皆さんこんにちは、とりあえず前の動画で紹介したね、113系の、まあ、中古セットなんですけどもね、とりあえずちょっと頑張ってメンテナンスの方をねしていきたいかなと思いますが、あれ砂消しがねえな。あったあったあった。とりあえずね、いつものごとくね、砂消し使って、まあ車輪とかだけ軽く磨いてね、まあ最低限の、整備だけして、終わりにしたいかなと思いますね。はぁ、あ。とりあえず、まあ一応ね、前の動画でね、東海道線の、まあ、企画のことをお知らせしましたけど、ちょっとね、新しいセットね、1個見つかったんですけど、ちょっと画質がね、まあ 100% 綺麗なね、まあ前のね、トライモンさんのサイトに比べたらね、ちょっと劣るサイトだったんですけど、まあそれでもちょっとね、各編成の、番号とかはね、ちゃんと載ってるサイトがね、新しく見つかりましたんでね、ちょっとね、そのサイトも使いながら行きたいかなと思います。まあやっぱり東海道線が現役の頃って、俺まだガキだったんでね、まあその頃なんかまあ鉄道に興味があったっつっても、まあ所詮プラレールでね、今みたいな、まあそこまでね、ちゃんとしたモデラーではないっすけど、まあその当時に比べたらね、全然屁でもないぐらいだったんでね。まあやっぱり、俺でも結構、自分でも珍しいなと思うのが、まあ俺結構なんつうの、まあ N ゲージってまあ、20代から、まあ10代から言いますけど、まあ俺、まあ10代の子なんですけど、まあ10代からね、50代、60代のね、まあ若干5年配の、方と比べても、まあ、俺が持ってる車両とかって、若干って言っていいぐらいね、引退した車両とかね、そういう傾向に強いんですよ。まあ、今回のこの東海道線企画とか、まあ、今ね、現在頑張ってますけど、京王線企画とか、若干でもね、なんだろうな。まあ、京王線の方はね、まだ若いとしても、なんか意外だなって自分でも思うんでね。うん、まあ、アホなのかなとも思いますけど。まあ、でもこういう風に俺やっぱり引退した車両の方がね、今の JR とかの車両に比べても好きなんでね。まあ、自分がガキの頃の車両か。あ、でも結構ほんと砂消しでも綺麗になりますね。あ、じゃあまだ良かったかな。砂消しでちょっとダメだったら、マジでヤスリ買ってきて、がっつりしなきゃいけなかったんでね。ちなみにこれ何点だ、多分接着剤で止められてねえか。いやー、しかもすげえ、これカプラーポケットがっつり切られてますね。これ外れるかな。外れてくんなかったら最悪ほんと、ここのポケットごと切断して、ちょっと TN 化考えなきゃいけないんでね。TN カップラーつけるとしたら、まあ、全部で6両全箇所つけて、まあ、2パックか。まあ、2パックだと、ま、多分2000、まあ、3000円弱か。ちょっと高いっすね、やっぱり。でも、ま、一応綺麗になってるっぽいんでね。あ、でもちょっとやっぱり残っちゃうかな。劣化してんのかな、車輪自体が。そうですね、この辺は、ま、メーカーに送るぐらいだったらね、こんぐらいで。まあ、頑張ってちょっと。自分で修理してみて、無理だったらちょっとなんか別の車種もう一回買えばね。まあ今回5000円ぐらいなんでね、まあ競馬で5000円すったと思えば、まあまあ安いんでね。まあしかも今回これ一応5000円にはなりましたけど、まあなんとなく使える部分もね、ありますんでね。その辺使ったとしても、まあ部品で5000円だったら安いかなと思いますね。一応、こっちの先頭車両はね、ライトちらつきましたけど、ついた方なんでね、まだ。多分この辺で大丈夫だと思いますけど。ちなみに、一応今朝の7時か。とりあえず。まあ、多分今回、1000番台の方の地下直先頭車と、モーター車の方が多分ダメそうなんで、てかこれあれだ、ネジ穴ぶっ壊れてんな、多分。あ、でも一応ハマるか。まあ、最近ネジ穴ぶっ壊れてたら、このマイクレスがいいところって、車輪外せばメンテナンスができるタイプのやつなんで、まあちょっと最悪ネジは、ネジ固定して、中の接着剤流し込んで、で、いちいちメンテナンスするためには別の台車と、なんか車輪、用意して、まあメンテナンスして後で綺麗にして交換すれば、まあ一応利用はできますんでね。多分大丈夫だとは思いますけど。あ、最悪線が外れた。これまだね、ハンダで固定しないんで、簡単に外れちゃうんですよね。よいしょ。そうですね、でもやっぱりちらつきはそう簡単には治んないかな。まあ一応今日ね、第一月曜日か。第一月曜日の、第一月曜日でいいんだよね。
なんで、今日多分ね、トミックスから多分3時頃かな、また、例によって連絡多分出てくると思うんですけど、あのね、トミックスに関してはね、情報解禁日が、まあこういう風に第一月曜日って、確実なんで、結構多分 YouTube で扱う、まあ最近結構ここ1年ぐらいか、Nゲージの製品発表 YouTuber さんもね、他の YouTuber さんも扱うようになってきてますんで、まあちょっと今日午後出かけますんでね、明日の朝一でちょっと撮りたいかなと思ってますんでね。まあ結局、俺が先にあげようが、他の YouTuber さんが先にあげようが、多分ね、他の YouTuber さんがチャンネル登録者数、俺よりね、多分5倍とかあり、5倍 ?5 倍じゃ聞かれない。50倍か。50倍ぐらいありますんで、まあ多分ど、俺が先にあげようが、多分確実に再生回数は取られると思いますんで、まあ別に、急いであげる必要性もね、ありませんのでね、まあ俺はまったり行きたいかなと思いますね。まあ俺の場合は別に企業案件狙ってるわけでもないし、逆に企業案件とかあるとね、メーカーのことボコッカス言えないんでね。やっぱりそこはね、ボコッカス言うためにもね、俺はあんまりそういうのも気にしないんでね。ちなみに俺ってよくよく考えると Nゲージってどこのメーカーが多いんだろう、自分でも分かってねえんだよな今思った。どうなんだろう、加藤かな、多分一番少ないのはね、明らかトミックスなんですよ。あ、どうなんだろう、トミックス少ねえかな、どこだろう、自分でも分かってねえな今回も俺が持ってる Nゲージ全部紹介っていうのも、まあ企画としてね、まあ多分見たいって方そんなにいないと思いますけど、でも多分ね、一応ね、まあ多分 N ゲージを YouTube としてちゃんと扱ってる方で、多分ね、年間に一番 N ゲージ買ってるのって多分俺だと思うんですよ。新品中古合わせて。まあ俺、そもそも N ゲージ扱ってる方って俺が知ってる限りで、電池でしょ?名鉄の方の方でしょ?で、HO とかいろいろ扱ってる人でしょ?名前はぼかしてるんで、簡単に言うと、なんだっけ。電池の方、酔ってヤフオクですげえ価格で踊り子の造血落とした方でしょ?で、HO も扱ってる方、あと誰がいんのかな?あとあれか、なんかジオラマを最近作って新幹線が若干買った方か。最近顔、ここ多分1、2ヶ月かな?ここ多分半年ぐらいで顔出すようになった若い方が1人でしょ?で、これで4人でしょ?あと誰がいるかな?鉄道系って。俺あんま知らないですよね、他の。Nゲージを使ってる YouTuber さんって。まあ、あとあれか、なんだっけ、Nゲージをちょっと雑に扱う方、まあ、脱線させたり、まあ、そういう再現をよくやる方、それぐらいで、あといたかな、多分俺が知ってるんだったら多分その辺の方ですかね。Nゲージが本当メインで出てる方は。よいしょ。まあ、俺もNゲージがメインなのか、競馬がメインなのか、自分でもたまにわかんない時ありますけど。まあ、でも俺は一応Nゲージ6、7割、競馬3割でやってる、一応やってる、どうなんだろう、わかんねえ。まあ、五分五分ぐらいか、今はもう。よいしょ。まあ、こんな感じかな。ちなみにね、マイクレースのいいところって、この終電盤自体がもともと重りなんで、結構この昔のトミックスのやつと、あんまりその汚れはつきにくいんですよね。で結構このね、重りのメンテナンスって意味で言うと、加藤は銅板なんで、ちょっとめんどくさいんですよね、銅板は。しかもちょっと掃除したりすると、たまにポキって折れ曲がっちゃったりしちゃうんで。まあでも逆に言うと、安い車両かなんかが、確か銅板って別パーツないはずなんで、確かそうなると床下セットごと買わなきゃいけなくなるんでね。そういう意味で見ても。まあ。まあ、加藤はね、部品が他の車両と全車共通なんでね。ああいう、なんつうの、その、終電盤とか、重りパーツは確か。一応、こんな感じかな。でも最初の頃に行けたら、多分、だいぶ綺麗になったことだと思いますね。とりあえず、一応、台車戻して。まあ、一応ね、まあ、モーター車もね、すぐに直れば、この窓ガラスとかのね、汚れの方もちょっとね、落とせるようにはちょっとしたいんでね。ちょっとお待ちください。まあ、モーターがね、すぐに直ればの話なんですけどね。多分モーターはね、あれ、頑固汚れなんですぐに落ちないかもしれないですね。よいしょ。まあ、一応、モーターすぐに直せる、直ってる時にね、まあ、虫刺されの薬も、ちょっと近くに常駐させてますんで、ね。多分ほんと、虫刺されの薬を N ゲージに使うバカも俺ぐらいだろうね。自分で自覚があるもん、バカだっていう。まあ、とりあえず一応。
ちなみにあれなんですよね、湘南色の1000番台が製品化されてるのってこのセットだけなんですよね、確か。あ、やべ、また終電番号ずれてる。とりあえずこれで一応。あ、一応動きましたね。あ、よかったよかった。ちょっとちらつきますけど。ちょっと、あ、ここそか、ティッシュを噛むから原因なのか。なんかどっかの終電の接触が悪いのかな。なんだろう。ちょっとレールの方も軽く研磨だけしときましょうかね。軽くね、レールの方も。これか、本当あれだな、ハンダでくっつけなきゃまずいな、この線。グッて折り込んでおきましょうかね。多分折っとけばそう簡単に取れないと思いますんで。ちょっとちらつきますけど、問題はないんでね。まあ良かったかなと思いますね。まあ一応片っぽの先頭車両があのこのホロパーツ剥げてますんで、まあちょっとライトユニットとかね、レンズ交換して、ちょっとまあ、完全にしましょうかね。まあ、もしかしたらこっちの1000番台側の方が中間車になるかもしれない。あの中間の封じ込めタイプになるかもしれないですけど、まあちょっとそこは、ちょっと編成探しましょうかね。俺がそもそも何の編成作ろうとしてたか忘れちゃったんでね。で、一応ね、モーターシャツね、モア112。こいつが意外と難点なんだよな。あ、やべ、取れた。もうこの、これ本当にハンダで一回つけよう。マジで頭切ってきた。ちょっと待って、なんか、爪切りかなんかに一本ねえかな。ガッツってかましちゃおう。ちょっとお待ちくださいね。これもいちいちこのチェックのために外れてると腹立つんで。でもね、爪切りでガブって噛みましたんでね。多分これで一応そう簡単に外れないと思いますけど。外れたらまたね。その時はもう、ハンダっていう手段に行きますんで、ね。よいしょ。というわけで、とりあえずモーター車行きましょうかね。モーター車はまあ最悪オール分解で、チャッチャで行きましょうかね。よいしょ。カッター、カッター。あ、カッターがね、あれ？あれ？あれ？カッターナイフがないよー。あれ、どこ行った？マジでね。あれもカッターがないよー。あったあったあった。いつも使ってるのじゃないけど、まあ、こっちでいい。あった。いつも使ってるやつ。よいしょ。もうちょっとカメラなんかカメなんかからあげましょうか、ね。ちょっと俺の手の位置的に多分若干はみ出ちゃうと思うんです。すいませんね。で、この後ね、別の企画でもう一個ちょっとやりたい企画が久々出てきましたんで、ちょっとそっちの方ね。あ、そっちはね、うわー。いや、最悪、終電版取れてんのか。うわぁ、これは汚ねえな。しかも、モーターもいっちゃってますね。いやぁ、これ、よく少しでも動いたな。しかも、これ、あ、これあるか、重りが、重りっていうか、ポケットがないタイプか。うわぁ、これ外すの、ちょっと食うな。しかも、台車分解しちゃったんでね。ちょっと。いやぁ、これはちょっとやばいな。ちょ、これボディとちょっと床下、ちょっと避難しましょうかね。これは多分避難しといた方がいいや。いやー、これモーター車多分直んない可能性が高いな。最悪直んなかったら、あーでもそっか、東海道線高いからな、マイクレースの。横須賀線かなんか別のやつだと白い砂も高いっしょ。あとはあれか、分散冷房車の幕張6両セット買って、でも東海道線で分散車いなかったからな、そんなに。ボディ使えねえんだよな。さ、最悪しょうがねえから、どうにかしてトミックスの重りぶち込むか。モーターユニットごと。トミックスって、あ、でもそっか、トミックスダメだ。トミックス確かパンタ車があれだ、モーター車だったな。うわー、これちょっとめんどくせえな。とりあえず一応ちょっとモーター外しましょうかね。ケヌキねえかな。ケヌキのケじゃない。いやー、これはすごいな。ここまで腐ってるモーターは初めて見た。一応ちょっと、まあ、ピンセットねえかな。ピンセットあったら若干楽なんだけどな。やっぱねえな、しょうがねえ。
ピンセットないんで。無理やり、ねじ取りましょうかね。ほんとあんまり力強く折るとあのパーツがこうポキッと折れそうなんでね、突起が。だからこれはちょっと要注意なんですけど、モーター外すためにちょっと致し方ねえ。うわぁ、すげえキッチキチ。ダイキャストよくこれで壊れなかったな。いや、すげえこれ。よっぽど前の持ち主メンテナンスサボったがひどいっすね。あんまり俺も人のこと手がかけれるほどエレゲージのメンテナンスしないけど。なんか完全になんか固まってるな。一応取れましたね。よいしょ。あ、でもそうですね。なんかでも中は、あ、でもちょっと汚いのかな。ちょっと一応拭いてみましょうかね。なんか若干テカってるんで、もしかしたらなんか汚いかもしれないけど。あ、でも。この中はそうですね、そんなに汚くないですね、あの油が漏れたりっていうのは。一応こっちも。そうですね、もしかするとちょっとこれ首が長めに出てるのかな、ちょっと押し込んでみるか。これでもいいと思うけど。まあでも一応ここ自体が回ることにはなってますんで、ちょっとここって研磨できるのかな。いや、すげえな、これ。あー、ここの汚れ多分落ちないっすね、そう簡単には。これは、あー、でも落ちるけど、ちょっとめんどくさそうだな、これ。そうですね、落ちますけど、まあ一応ここ自体はくるくる回りますんで、最初からレールに直付けしてちょっと電力流れるかだけやってみましょうかね。これ絶対危険なんですけど。危険だけど、これはやるしかねえや。しょうがねえや。やべ、なんか取れちゃいけない金属パーツが取れた。取っちゃいけないパーツがポコンって取れちゃった、ここ今。これで、電力マックスにだけして。ちょっと短すぎる。ここ使えるかな。あ、一応、そうですね、モーターはちゃんと動けますね。ちょっと見にくいんですけど。あれ取れちゃった。あれ動かなくなっちゃった。何が原因かな。こんな感じですね。ちょっと見にくくて申し訳ないんですけど。一応、モーターはちゃんと動くみたいなんで、よかったっすね。いや、よかったよかった。モーターが死んでたら、マジで意味なかったんで、ちょっとしょうがないんで、銅板だけ、接点部分だけちょっと磨きましょうかね。これはでも、最悪、両面テープで固定はするか。一応、そうっすね。室内灯の当たる接点部分と、その車輪が当たる部分だけちょっと軽く磨いときましょうかね。本当はピカールの方がいいんですけど、ちょっとピカール俺今もう捨てちゃってないんで。あれね、家の中でやるとマジで匂いが残って臭いって家族にマジで怒られるんですよね。換気しててもちょっと匂うんですよ。よいしょ。で、こんな感じでちょっと磨くだけでこうやってピカーンってなりますんでね。で、一応、接点部分に関してはどんな感じになるのかな？よいしょ。爪の位置と合わせていこうか。まあ一応、両端ちょっと全部磨いていくか。まあ、ちょっと磨くの見にくくて申し訳ないですけど、下側からいくか。その方が見やすいんでね。まあ見やすくはなんないですけど。汚い側使うか。キッチンペーパー持ってきた方が良かったかもしれない。まあ本当はこうやってね、テキスあること自体がこの銅板腐らせる原因なんで、まあまずそこを気を直さなきゃいけないですけども、これは癖なんでね、これ。
こんな感じで研磨だけして、でもう一個の方も室内灯が当たる部分だけ、ここかな、こうだとして、まあ、この辺か、ちょっと待てよ、こうだとするから、まあ、ちょうどここの真ん中か、まあ一応ちょっと今これで尺が20分なんで、多分、そうっすね。まあ、ボディの方のメンテナンスは、次にしましょうかね。その方が多分、気にせずに、のんびり俺も、ミスとか少なくできそうだと思いますんで。したらちょっと一回手切れ、まさかこんなに本当状態が悪い N ゲージも久々だな。今回はもうちょっと両面テープで固定させますんでね。半分だとちょっと多いから3等分ぐらいにするか。しかもちょっとなんか変なところに両面テープがこびりついて。このモーターの長さなんで、まあ、軽く短く切って、それで3等分させれば、まあ良さそうですね。というわけで、これぐらい。ちょっとこれぐらい切って、短くしながらいきましょうかね。多分3等分で足りると思うんですけど。まあ真ん中で半分使って、あとはそれを、まあ、3分等分するか、こっちも。はちょっと端っこ用もつけとくか。端っこをちょっと曲げとかなきゃいけないんで。ここ室内灯の反対側の部分はちょっとつけても良さそうっすね。室内灯の反対側は、どうしようかな。ちょっとつけとくか。一応裏の潰れた突起にだけはちゃんと合わせて、こんな感じかな、一応。まあ、これであとはね、ここのちょっと接点部分だけをね、軽く曲げてあげれば、まあ、ここでね、あとは台車との接触になると思いますんで、一応ちょっとこれで様子見ましょうかね。まあ、一応今できるのは、まあ、これぐらいなんでね。思っているよ、両面テープ余っちゃった。これ短すぎるんで、ちょっと捨てましょうか。
気がちょっとおかしくなった。ちょっともしかして取り付ける場所ずれてたかもしれないですね。ああ、ちょっとずれてたな。しょうがねえや、この辺は。もう一回だけ。気が張り直しましょうかね。ちょっとずれてましたんでね。この辺かな。これってでも本当は接着剤か何かで固定されたなんですけど、それがちょっと剥げちゃっててないんで、これで代用しましょうかね。で、こっち側も一応、モーターの設定、台車の設定部分だけね、ちょっと曲げてあげて。最悪室内灯に関してはこれ取り付ける予定ないんで、まあ、その時はその時でね、なんかちょっとまた考えるとして。ギアはそうですね、異常ないんで、軽く車輪だけ磨いて、っていう感じにしましょうかね。あ、でもこれもともとちょっと台車が緩くなってますね。気をつけないと、ギアに負担かかるんで。なんか終電盤が外れてる形跡は、なんかでもギアの紙がちょっと悪いんで。なんだろう。気をつけながら行きましょうかね、この辺は。ひとまずのとこのついた、車輪カスだけ取ればね、多分だいぶ終電機能は改善されると思いますんで。これだけ取るようにして、今日こんな感じかな、上2箇所は。なんかでもギアがおかしいな、これ。ギアずれてるのかな。ああ、なんかギアの中に異物入ってますね。なんかこういう変な、なんか変な超わかりにくいやつが、なんか入ってましたね。なんかほんとピント合わないんで申し訳ないですけど。なんかの塊みたいなのが入ってるから、これが中で、そうっすね、ギアが噛んでる原因っすね。でもなんかこれぐらいしかねえんだよな、その大きいなんかとか詰まってるっていうのは。なさそうなんで。いやもうしょうがねえ、ちょっと尺長くなりますけど、分解するか。この問題なのさ、これ接着剤で固定されてたら危ないんだよ。あ、よかった、これは取れた。このトレーラー車の、あのモーター車のこのギアが、なんか噛まないって。なんかおかしいっすかね。一応全部外すか。一応このピンもね、ちょ、すいませんね、ピントずれてて。このピンも今回は全部抜いてきて。毛抜きがない。ほんと困る。じゃんじゃんと。あれでも手抜けなかったっけな。で、あれ机の上ねえよな。そうですね、机の上にはないっすね。まあ、どっちの間にしてる場合でもないっすけど。しょうがねえ。気をつけながら。あ、ほこりが詰まってたんだ、これ。これ、こんだけほこりが詰まってたら、これ動作不良になりますね。そりゃギアが噛むわ。なんか変に違和感ある。ちょっと、あー、危ね。ちょっと軽くギアもね、掃除して。これで大丈夫だと思いますけど。ギアは右手。上か。上向きに入れて、
ピンどこ行ったっけ。このピンなくすと若干やばいんだよな。あったあったあった。入りにくいな。ちょっとずれてる。これで入りましたね。これでいいとして。これで大丈夫だと思うんですけどね。ギアに関してだけは。一応ちょっと、ちっちゃいギアも一応入れて。大丈夫そうっすね。うわぁ、すげえ汚ねこれ。軽く研磨だけしよっか、車輪も。これで大丈夫だとは思いますけど、ちなみにこれもしかしたら前の持ち主の方もピカール使ってたかもしれないですね。このね、ピカールってちゃんと掃除しないとここ白く残るんですよ。あ、こっちやね。どっち？あ、こっちか。こう車輪のこの隙間部分が、もしかするとこれ前の人ピカールでやってぶっ壊したか、多分その可能性高いっすね。これで多分きちんとはまってると思うんで、最後もう一回で軽く全車輪研磨だけ軽くしてあげて、これで一応大丈夫そうですね。で、ギアボックスの方に関しては、まあこっちはね、そうですね、完全にピカールで腐りましたっていう証拠がありますんで、これに関しては俺も対処法知らねえんだよな。固まっちゃってるんでね、これ全部。まあこれはもうこのまま生かすしかないっすね。これは一応ドンマイで、置いときましょうかね。まあ埃とかが詰まってないんで、まあいいとして。で、もう一個の台車の方も。こっちはね、ギアの転がりいいんで、軽い研磨で大丈夫そうですね。もう一回だけ最後研磨して。これで大丈夫と思いますね。したらモーター入れて、で、このシャフトパーツですね。で、これはね、ほんとピンセットじゃないときついんですよね、入れるの。なんかどっかにピンセットなかったっけな。かわけなんかねえんだよな。なくしたっけな。なくしてるからね、ちょっと若干記憶がやばいんですよね、認知症っていうぐらい。とりあえずもういいや、このままいっちゃおう。あれ、もう一個の黒パーツどこ行ったっけ。あれ、もう一個のパーツなくしたぞ。ほい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 、オーマイガッド、なくしま、あったあったあったということで、とりあえずまあちょっと適当にはめてみましょうかね。気をつけながら、よし、やっぱピンセット探していきます。ピンセットがなかったんでね、爪楊枝代用でいきたいと思います。よいしょ。爪楊枝でね、これやるの初めてなんですよね。
怖えな。あーでも惜しい。あ、一応入ったんで。あーやべ、今度爪楊枝がぶっ刺しすぎた。あーダメだ。爪楊枝がきつく入っちゃうと、そうですね、ちょっと危ないですね、これ。ん？しまった！ちっちゃいギアがこっちについちゃった。あちゃー！これちょっとまずい。マイクレースってね、こういうモーターのメンテナンスはね、ちょっとめんどくさいんですよ。まあ、特に慣れてないと。俺はまだ慣れてないんでね、ちゃんと。これだけは画面外で申し訳ないですね。いや、お釈迦にしたくないんじゃないんでも。多分お釈迦になりそうだな、これ、このまま。一回モーター外してみるか。これね、両方のこのギアの部分をモーター入れたまんまっていうのは絶対にできないんですよ。片っぽだけだったらどうにかなるんですけど。マイクライズの 20m 級のモーターって予備ねえんだよな、多分。そうそう、マイクライズのモーター自体が若干高いんで予備ないんですよね。あの、加藤とかトミックスと違って。ちょっとはまりましたんで、片っぽだけはめた状態で戻しましょうかね。片っぽだけだったら、ね、できるんですけど、もう片っぽはね、絶対できないんですよ、この技。こちらも気をつけて。モーターがちゃんとはまってねえから。あ、よかった。こっちは入りましたね、ちゃんと。したら、横に。上の。ギア部分戻してあげて、まあ、本当は先にね、モーターを押さえはめるのが先だったんですけど、ちょっと今回はね、別にもモーター自体がもともとキツキツなんで、後でもね、問題はないんで、先にちょっと台車固定しちゃいましょうか。あれ、はまんね。おかしいな。オッケーオッケー。で、モーターを押さえを入れてあげて。で、あとは、プラ板の押さえ、プラ板の押さえ。あれ？もともとこの車両モーターにプラ板の押さえってなかったっけ？なさそうだったっけ？あれ覚えてねえや。とりあえず、ちょっと邪魔なんで、これだけ畳んで。まあいいや、一応ちょっとこのままいっちゃいましょうかね。致し方ないんでね。ちなみに、室内灯の向き等は、ちょっと行きましょうかね。台車の向き、台車の向きは。こうだってますね。台車の向きこうってことは、室内灯の床ポケットが、左側か。危ね危ね。
一応ちょっとこれで。爪は全部はまってるっぽいので。これでちょっと動作確認だけしてみて、動かなかったらトレーラー探しましょうかね。このもう一回のこのクランクパーツだけちょっとどうにか直しましょうか。どうやってこれ潰そうかな。カッターでグイーンってやったけど、ちょっと脆いな。まあいいや。ちょっと判断にしましょうかね。じゃないとこれ両方取れそうでまずいね。とりあえずモーターの確認だけして、まあ中のギアが腐ってるんで、まあそれでもちょっと一応片側はちょっと動作悪いですね。もしかしたら中のモーター磨かなきゃまずかったかな。まあでも一応動くようにはなりましたんで、よしとするか。でももう一本レールありますんで、ちょっと試験だけ。よいしょ。一応ボディもかぶせて。でもそうですね、ちょっと走行させると動作鈍るんで、一箇所車輪の磨きが甘かったな。ちょっとあの青いなんだっけ、どっかのメーカーの確か車輪クリーナー持ってますんで、ちょっとそれで一回モーターに負担かけてみるか。うん、一応スローでも動きますんで。もうちょっと。しょうがねえな、これは。本当はこういう、あ、やべ、取れちゃった。本当はね、こういう動作確認しかあまり良くないですけど。まあでも一応動いたんで。今回は一応これで良しとしとくか。まあそうですね、一応ライトとモーターだけはね、ひとまず全部直りましたんで、まああとはね、まあガラスパーツ等のね、クリーニングに関してはちょっと別でね、行いますんで、まあ、お待ちください。なんか安いね、マイクロのモーターが手に入ったら、ちょっと下回りだけね、丸々変えて、ちょっとやってもいいかもしれないですね。まあそんなところでございますね。一応この、ガラスとかね、くすずりの部分の、塗料等に関しては、ちょっと実写のね、何の編成の東海道線にぶち込むかによって、ちょっと変わってきますんで、ちょっとこれに関してはね、お待ちくださいっていうところでございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。